八万塚古墳は、茨城県筑波市沼田にある古墳。形状は、前方公園墳。茨城県指定史跡に指定されている。筑波地方では、最大規模の古墳で、6世紀前半頃の築造とされる。公園部墳町や渡社が鎮座する。筑波山南西六、桜川左岸にある古墳で、前方部を南南東に向ける。うち前方部は、 依存状態が悪かったため、1978年度に推定復元されている。公園部噴庁には、八幡塚の名称はこれにちなむ。噴級復元に先駆けて、茨城大学により発掘調査が行われており、噴級規模や裾部の不起意埴輪の存在が明らかとなった。噴級東の八幡池からは、人物埴輪も出土している。 築造時期は主体部の調査が行われていないため正確ではないが、出土派庭から6世紀前半ごろと推定されている。筑波国像の領域では最大規模の古墳であり、初代筑波国像の厚地色命の墓とする説がある。古墳域は1937年に茨城県指定史跡に指定されている。なお、 本古墳の西方に横穴式石室を露出する円墳があるほか、筑波山南麓には多くの古墳が分布することが知られる。周堀については明らかでないが、前方部東側の山体系を中心として、墳丘東側では存在が推測される。ありがとうございます。